こんにちは、新しい友達、放置新聞社公演、女子プロゴルフツアー、最終戦メジャー JLPAG ツアー選手権、リコーハイ、第2日27日、宮崎 CC、6543ヤード、パー72、1差2位で出た、渋野ひな子22、サントリーは5バーディー、2ボギーの69で回り、通算7アンダーで、2差2位と、今季初めて優勝争いに加わって、週末を迎えた。 好調なショットで、11番までに5バーディーを奪い、目標としていた、1日3アンダー69を連日達成。68で周り単独首位を守った、同学年の原絵里花21、日本通運は一緒に回って、怖さを感じたと、渋野の副長ぶりを認めた。渋野選手は、1番から18番まで、ショットを伸び伸びと、自信を持って打っている印象でした。 宮崎 CC は T ショットの狭いホールピンポイントで打たないといけないホールもあるのですが気持ちよく触れていた6番は勝っています完璧なドライバーショットからアイアンでベタピンにつけてのバーディー去年好調だった頃の渋野さんの強さを感じましたパットもショートすることはほぼなくて攻めきれていましたね今大会で初コンビの佐藤健はキャディーとの息もすごく合っている感じがします コミュニケーションをよくとって、良い雰囲気で回れています。実は私も現役時代に何度も担いでいただいたキャディーさんです。男女ツアーで難勝もされて、経験豊富でコースについてもよく知っています。支部の選手の優勝の可能性は十分あると思いますが、周りも伸ばしています。強い風が吹く予報の第3ラウンドがすごく大事になる。ショットの精度が鍵になると思います。ゴルフ JLPAG ツアー選手権。 リコーハイにイーグル、フルエ江に。第2日27日、宮崎、宮崎 CC、6543ヤード、パー72。初日首位の原江里花が5バーディー、1ボギーの68と伸ばし、通算9アンダーで首位を守った。共にこの日のベストスコア66で回った。2週連続優勝中の古江彩香と西村優奈、前日2位の渋野雛子の3人が、2打差の2位。 今年の成績上位者ら37人による2020年の最終戦予選カットは行われ次のオーディオビデオでお会いしましょう。